俺が変な話だけどな。でも気候変みたいなもんだからな。硬いだろうな絶対。一個撃破。うわー囲まれた。めっちゃいる。量産されてんなこいつ。4体いるわ。そうで決めるか。移動しですか。そう。よし、オッケー。ねえ、タイムリーポここ攻めとこだった。本当にいる弁慶。なんだこいつ。弱者をこのも話は取らず。しなければ、直ちに武器を捨てて立ち去るべし。何回も通ってんだって、この話。しなければ、このように、気を害し、弁慶が愚か者相手にとらん。世は弱者の魂、閻魔大寺王と若吉丸殿に捧げん。やるものやってみるもんだな。愚か者、いざ勝負ことになるから。見た目よ。君は一体。僕は目をこすって目を花火を振る。その中でよく少年の顔をはっきり見てきた。少年少女じゃなかった。彼の肌は老人より傷だらけだった。顎をこけ、目の周囲は病的に落ちくぐみ。瞳は吐き出し、眉毛はなく。そして体は心のように小さい。僕は将軍だよ。地上にまみると思いますけど。そんな突っ込めた意味に関する、私は足元の悪い竿道をどんどん進んでいた。すると、かすかだが誰かの梯子が聞いている。二人？いや、三人か？こんな雑林林に今なく入っているやつはいない。こいつは敵もたちに違いない。見つけたぞ。お前たち、バーベキューの準備しろ。俺は感触を構えた仲間たち。まだ勝敗が決まったわけじゃない。めちゃくちゃ雑敵もいる。アルファバイトもいる。やぶねー、しゅ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 。あぶねー、ちょっと旗持ってる、旗持ってる。くだかんばかりに。そして拳に全てを託す。彼女を救うんだと。雷鳴のような方向とともに、無知の前世を託した拳が振り上げられる。あの時崩したやつか。誰もが確かに雷鳴の、落雷のような天の張り付ける音を聞いた。それは紛れもなく、無知の拳が、鈴が持ちつけた音だった。巨大な少林を背で打ち砕く呪い奇跡が起こり得るのか。亀裂が入り、売れ割れた人も、お誰も驚きはしないだろう。それほどの気迫とともに。何これ何この連打。おい。よいしょ。何もされんかったらこれいけるんだから。よいしょ。おい。オッケー。なかなか戦いづれ。資源確保。倒したぞ。オッケー。こんな感じ？適当にやったけど。国境の戦力をかけてあちこちが戦場で死体だらけだぜ。みんな、ホーミバルの影響で、バグモードになっちまうってのにな。そういう系なの。自分の役目を放棄し、何年も国を開け、肝に暮らしてきたお前には分かるまい。ほう、私が国中に眠らされた魔法不倫も良くなり、魔法の数も増える一方だ。今こそ国にとどまり、魔法の力で、ホーミバルの力を二大事にするのだ。私が王として、この国に支える時も、限られていたのかね。その通りだ。たまには良いことと言うね。誰か来たよ。え？My lord！ おお！
What the? な、ジジイ。Sir Alfred! あ、アルフレッド様、ご用心召されたか。Al! What the hell are you doing? てめえ何しやがれ。見てる通りだよ。Surely you understand. 兄さん邪魔だから一緒に死んでもらおうかな。お前はあれか？ブレイブルのあれか？進化？戦うのかよ。ああ、何回かやらんとダメか、ハンゴ。アウトランク。30ポイントいけるかな？ 30 だっけ？ 3 万だっけ？いけるかな？飛ばすぜ。アウト。アウト。ラン。三角でアクセル、ギアチェーンが数角ね。OK。あれまでもいいんか。OK。レッツゴー。これ、なんだ？これ、欲しかったパーツです。やっとミッションクリアできた。これちっちゃいってことは、インパルスの頭とかそこら辺か？先輩と一緒にプレイしてよかったです。本当に。これまで何度やってもクリアできなかったから。いや戦艦が強すぎだって。あのプレマツ本当に嬉しいです。あれはえげいって。やっと手に入ったこのパーツ、やったー。プレマツのボスかい。 あのごめんなさい。だってハルトのミサイルがいっぱい来るんだぞ。溶ける溶ける。先輩のガンプラかっこよかったです。動きもすごく勉強になって、あの私も早くバトルを覚えてお役に立てるよう頑張りますから。ザビーだ。決着つけなきゃいけない相手だって言ってたよな。ああ、なんだかんだでやらずに済みそうだ。スレイさんとの出会いで新たな可能性が生まれたのですわね。そうそう、まさに運命の出会いってね。野郎なのが唯一の問題だ。バカな。まったくだ。五大神の一人を殺す、いや殺せるつもりだったなんて。やってみねえと結果は分からんだろうがよ。ザビーダ、答えを最初から持ってて全くブレなしなんだ。意外とすごいやつ。おお、ロゼちゃん俺と契約して器になってみる。調子乗りすぎ。なっ、ザビーダ、ありがとう。ああ、俺たちの出会いが救う方法を生んだってのがすげえ嬉しくてさ。これ見られてんだ俺。多分ミサイルだからパラサテネなんだろうけど。パラスだろうと思うんだけど。オラ一発で100くらい引いてやばくない？誰のビービーや。よっしゃ。ナイスストーリー。きつかった。貴様のようなのがいるから戦いは終わらないんだ。ちょっと危なかったかもしれないけど。はいはい。殴っ、勝った。くそえこいつ。本気を出せばこんなもんだって。クレーンもうちょっと下がりたいけど下がれないんだよな。技がね。技がないせいで突っ込むしかない。流星群が見られる時間だから温室の方はもう人がいなくなっちゃって。そうなんだ。うん、写真に返してもらえたよ。それだけで涙が出そうに。こんにちは、あかりんじゅう。ここから出してよしじゅう。じゃあピンキーやるとね、面白いよねこれ。ギョギョ、なんぼでちね、このめちゃくちゃの横を見てきましたね。わうーわう、このビーム砲避けんとダメだ。あ、軽くないこのビーム砲。どう避けると、いっこらよ。どうだ、
つ。お、ハマグリだ。あ、なんだ？まだ最終戦あるっぽい。あ、吸収された。あれする。ゆっくりとなんだら、さらに見たその人影は意外にも。そうきたか。意外にもで終わった。今週の俺はもう本当に止められねえ。おい。いてて。狙い撃つぜ。あさっての箱に。かわいそうに。取った。まあ普通に切った方がいいんで切ります。問題は関係ないですけどね。条件だな。それはそうですよ。宮田君、竹君頑張ってほしい。俺らも頑張らないと。ああそうだ、俺たちが今まで積み上げたものは全部無駄じゃなかった。これからも俺たちが立ち上がる道は続く。カチャだよね。ここ何度も見た。危ない、ライド。うわぁ。団長。何やってんすか、団長。なんて声出してやがる、ライド。だって。だって。俺は。鉄火団団長、オルガイツカだぞ。コンクレなんてことはねえ。そんな、俺なんかのために。団員を守るのは俺の仕事だ。でもいいから行くぞ。みんなが待ってんだ。それにミカ、やっとわかったんだ。俺たちにはたどり着く場所なんていらねえ。ただ進み続けるだけでいい。止まんねえ限り道は続く。俺は止まんねえからよ。お前らが止まんねえ限りその先に俺はいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。これがオルゴールだ。これに吸い込まれるわけだよ。うわぁ、こんなやついたな。こいつがブラスボスだな、謎の像。気がついたが悪いわ。はい。ここは先ほどお前が覗いていたオルゴールの中の平和の世界だ。私はこの世界を守る神だった。まあ、偽も神じゃないんだけど。しかしある日、邪悪な力を持つ者が現れ、お前じゃん。私の力を封印し、この世界を支配しまった。悪いよ。私の力を取り戻すため、この世界に隠されている。封印を解くための5つのオルゴールを探してもらいたい。探してもらえれば元の世界に戻してやろう。もちろんそれまでに見つけたタオトからは全て持ち帰って構わない。どうだ、やってもらえないか。
あぶね、ただミスったし。今回はうまくいったね。僕も。